リージリーフはイギリスのフォークロックバンドフェアポートコンベンションによる4枚目のアルバムであり、1969年の1年間にイギリス国内で3枚リリースされたうちの3枚目のアルバムである。全曲でサンディデニーをリード女性ボーカリストとしてフィーチャーしている。デイブ・スーブリックとデイブ・マタックスはそれぞれフィードル、マンドリンとドラムでバンドメンバーとしてフル参加した。 このアルバムはすべての曲が伝統的な英国及びケルトンの民族素材を改変したものか同様のスタイルで書かれたオリジナル曲から構成されたフェアポートとして初めてのアルバムである。デニーがアルバムのリリース前にバンドを脱退したがフェアポートコンベンションはイギリスのフォークロックのイディオムに基づいて音楽を強力に作り上げるために現在も引き続き活動している。 アルバムは、そこそこの成功を収め、前衛アルバムチャートに入っていた15週間の間に、最高で17位に達した。しばし論争となることもあるが、ブリティッシュフォークロックの最初のアルバムと位置づけられている。リージリーフの人気は、新しいスタイルの商業化と、明確なジャンルとして、芸術的に確立するために大いに役立った。2006年の BBC ラジオにフォークアワーズでの、 リスナーによる投票では、史上最も影響力のある、フォークアルバムに選ばれた。コリン・ラーキンのオールタイムトップ1000アルバムスの第3版では254番に選ばれた。マーティン・ランブルに死をもたらした高速道路事故の後、バンドはドラマーなしの状態になっていた。アンハーフ・ブリッキングのリリース後に、デーブ・マタックスがその役割を引き継いだが、それまではメッカボールルームのドラマーだったので、 全く新しいスタイルのドラミングを学ぶ必要があった。バンドの他のメンバーよりも少し年上でフィドルの名手でありかつマンドリン奏者のデーブ・スー・ウーブリックはすでにギタリストのマーティン・カーシーとのデュオで成功していたがアンハーフ・ブリッキングにゲスト参加した後にフルタイムでフェアポートに加わることになった。リードボーカリストのデニーと新しく加入したスー・ウーブリックと マタックス、リードギターのリチャード・トンプソンとボーカル、リズムギターのサイモン・ニコル、エレクトリック・ベースのアシュリー・ハッチングスによって実体を持ったバンドは、1969年の夏に、ウィンチェスターのブラッシュフィールド近くのファーリー・チェンバレンに、ある家で、リージ・リーフを練習しまとめ上げ、同年9月24日に、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールでのチケット・完売コンサートでお披露目した。 この時のブートレグは存在するが、非常に低品質である。ボブ・ディランなどの歌のカバーはなくなり、伝統的な英国のフォークソングの電化バージョン、トラディショナル風のバンドメンバーによる新しい作曲、およびデーブ・スー・ウブリックのフィドル演奏によって推進されるフォークダンス曲のインストルメンタルメドレーの最初の長いメドレーなどに置き換えられた。トラディショナルな素材の多くは、 英国民族舞踏民謡協会によって維持されているセシル・シャープのコレクションの中からハッチングスによって見出されたがスーブリックはその他にもトラディショナルな楽曲としてクレジットすることを求めているバーズのイージーライダーのバラット伝統的なバラットサーパトリック・スペンズ伝統的なアイルランドのメロディーにリチャード・ファリーニャによる歌詞を与えられてデニーをリードボーカルとした ザクワイエット、ジョイ・オブ・ブラザンフットなどの曲はリハーサルされ、また録音もされたが、最終的なリリースには含まれていない。最後の二つはそれぞれフェアポート・コンベンションとサンディ・デニーによる後のアルバムで異なるアレンジで登場することになった。ハッチングスはアルバムにつながったファーリー・チェンバレンでのリハーサルのセッションについて魔法の時間だった。 そしてそのアルバムにはたくさんの魔法がある。家や部屋には特別な感覚があり、そのアルバムには多くの隠された魔法と奇妙さがありました。過去は奇妙です。私たちの祖先は多くの奇妙なことをしましたと後に語った。また、トンプソンは古い歌のように共鳴するものはありません。美しく書かれ、数百年にわたって洗練されたものを歌うことは、 まだ意味と緊急性を持ち、それでも心に鮮やかな写真を作成することはやりがいのあることです。バンドが主流の人気を獲得し、人々の生活に少しでも伝統を近づけることができると期待したと思いますと述べている。アルバムタイトルは中英語の2つの単語で構成されている。リエージは封建制度での君主への忠誠を、リーフは準備ができていることを意味する。 グレーとパープルの見開きジャケットには、楽曲の一覧及び、クレジットと共に、バンドのカメオ画像が掲載された。オリジナルの見開きジャケットの内側には、フランシス・ジェームズ・チャイルドとセシル・シャープのコレクションのような、イースターの芝居やパドストーの馬の着ぐるみなどの銃の異なる伝統的な音楽や、民話の様子を示すイラストが描かれている。バンドは、数ヶ月間英国をツアーし、 デンマークを訪れ、スタジオで録音する前に、リージーリーフの素材を演奏した。しかしながら、アルバムが12月2日にリリースされる前の1969年11月に、ハッチングスとデニーの両名が脱退している。ハッチングスは新しいバンドスティーライスパンで、伝統音楽をさらに追求し、デニーは自らのオリジナル曲を中心としたホザリン芸での、 活動に重点を置いていた。彼らの離脱の後には、ハッチングスだけが置き換えられたため、自作、フルハウスは、翌年に人数が減った5人のグループでの録音となった。2007年には2枚組のアルバム、リエージュリーフ・デラックス・エディションがリリースされた。2枚目のディスクは、主に、BBC ラジオのライブパフォーマンスと、 二つのスタイル的に特徴のないアウトテイク、The Ladies are t r m p と Fly Me to the Moon で構成されていた。2007年8月、デニーの公認であるゲストボーカリストのクリスト最終号メンバー、リージリーフは、ジョン・ピールによってラジオ番組トップギアで宣伝された結果、全英アルバムチャートで15週間をかけて17位に達した。今日のレビューとしては、 ローリングストーン誌において、ジョン・メンデルソンは、静かで、芸術的で、伝統的なフォークの信者にのみアルバムを推薦し、逃亡者のみが、以前のアルバムで、グループが作ってきたような、聴衆を捉える歌であると感じていた。ビレッジボイス神のロバート・クリストガウは、あまり熱心ではなく、自身の、ハンフォーク的な趣味のために、アンハーフブリッキングに続くアルバムに対して、 より伝統的な素材に失望したと書いている。このアルバムはイギリスのフォークロックの進展に大きな影響を与えたものとみなされている。2002年に BBC ラジオ2のリスナーから史上最も重要なフォークアルバムに選ばれ、2006年の BBC ラジオ2フォークアウォードではリージアンド・リーフが史上最強のフォークアルバム賞を受賞した。イベントではサイモン・ニコル リチャード・トンプソン、アシュリー・ハッチングス、デーブス・スーブリック、デーブ・マタックスという元々のメンバーと共に、サンディ・デニーの代わりにクリス・ホワイルが加わって、マティ・グローブズを演奏した。サンディ・デニーとトレバー・ルーカスの娘である、ジョージア・ルーカスは亡くなった母親に代わってこの賞を受け取った。この記念式典は2007年8月10日にフェアポート、クロップ・レディ・コンベンションとして繰り返され、 新しいアルバムが作られた。この出来事の前にリージリーフのオリジナルメンバーによる実質的な再結成は、例えば1992年の25周年コンサートでデニーの代わりにビッキー・クレイトンが加わって逃亡者、タムリン、クレイジー、マンマイケルを演じたり、やはり同じメンバーで1997年の30周年記念コンサートでのカム・オール・エ・レーナー・ディン、 マッティ・グローブズなどを演奏していた。解雇的なレビューにおいて、オールミュージックのマーク・デミングはこのアルバムについて、これまでで最も純粋に、フォーク志向のフェアポート・コンベンションのアルバムであったが、完全にオリジナルで、妥協のない激しいロックだったと語った。2007年6月、も女子は、世界を変えた100枚のレコードのリストにおいて、リージーリーフを58位に上げた。 2010年の UK フォークロックミュージックシーンに関する著作エレクトリックエデンの中で著者のロブ・ヤングはリージ・リーフの時代とその結果のアルバムに13ページを費やしアルバムはごく少数のイギリスのフォークロックのレコードが共有する一貫性と整合性を保持していると述べさらに運命は厳しいイギリスのバラッドはその完全な脅威と謎を示しています そして、苦痛と喪失についての暫定的な反省がありますが、それは厳しい経験によって汚染されていますとしている。一方、九百九十六年に執筆したパトリック・ハンフリーズにとってこのアルバムは百パーセントの成功作とは言えない。カム・オール・家はやや強制的に聞こえ、逃亡者の解釈は歩行者のようだし、タムリンは鉛のように重苦しく、ソロパートは 臆病と述べている。しかし、彼は、マッティ・グローブズを、スー・ブリックとトンプソンの相互作用を味わえると、叩え、デニーの歌の質を、レーナーディンたえ、インストルメンタルメドレーがスー・ーブリックのフィドルに、輝く機会を与えるものと評し、クレイジー、マン・マイケルは、アルバムの実質的な結論、フェアウェル・フェアウェルを、フェアポートが、ピークに達した時の完璧な例と述べている。 ありがとうございます。